ナミビア。ナミビア共和国、ナミビア共和国、通称ナミビアは、アフリカ南西部に位置する共和制国家である。北にアンゴラ、北東にザンビア、東にボツワナ、南に南アフリカ共和国と国境を接し、西は大西洋に面する。なお、地図を一見すると接しているように見えるジンバブエとは、ザンビア、ボツワナを挟んで150メートルほど離れている。首都はウィントフックで、イギリス連邦加盟国の一つである。当初ドイツ、一部イギリスが植民地とし、植民地時代の名称は南西アフリカ。第一次世界大戦以後は南アフリカ連邦の委任統治下に置かれていたが、第二次世界大戦後の国際連盟解散を機に国際法上違法な併合を行った。南アフリカの統治時代には同様の人種隔離政策、アパルトヘイトが行われ、バントゥースタン、ホームランドが置かれ、その後1966年にナミビア独立戦争が始まり、1990年に独立を達成した。英語による正式名称はリパブリック・オブ・ナミビア、リパブリック・オブ・ナミビア、通称ナミビア。アフリカアンス語表記はリープブク・ファン・ナミビー、レピュブリーク・ファン・ナミビエ、通称ナミビー。ドイツ語表記はラプブリック・ナミビア。レプブリーク・ナミービア、通称、ナミビア。日本語の表記は、ナミビア共和国、通称、ナミビア。ドイツによる植民地時代は、ドイツ領南西アフリカと呼ばれていた。ナミビアという国名は、同国内にある、世界最古の砂漠と言われている、ナミブ砂漠にちなんで付けられた。ナミブは、主要民族である、三人の言葉で、何もないという意味である。現在のナミビアの領域には、もともとは、コイサン人、コイコイ人ナマ人、山人などが居住していたようである。14世紀には、バントゥー系民族の拡大に伴い、バントゥー系諸民族が支配するようになっていた。16世紀から17世紀にかけて、ヘレロ人、ダマラ人、オカバンゴ人などが定着した。1840年に、イギリスが、ケープ植民地との往来のために、ウォルビスベイ一帯の領有を開始したが、その他の地域には支配は及ばなかった。ケープ植民地からの圧力を受けて、それまで相互に対立していた、現在のナミビアに相当する地域に住む、諸民族は、ヨンケル・アフリカネルの指導の下で1858年に、ワハナス平和条約を結び、共同で外国からの植民地化に立ち向かうことを宣言した。この平和条約の効力は弱かったものの、現在のナミビア民族、ネーション形成の端緒として評価されている。1883年4月に、ドイツ帝国の商人、アドルフ・リューデリッツは、部下のハインリヒ・フォーゲルザングをこの地に派遣し、同年5月1日に、フォーゲルザングは、在地のベタニア人の首長、ヨーゼフ・フレデックスから、アングラ・ペクエナの地を購入した。翌1884年に、ドイツ帝国は、ウォルビスベイ以外の地域について、このドイツの商人フォーゲルザングが、ベタニア人の首長、フレデリックスから購入し土地を足がかりに、ドイツ領南西アフリカとして保護領下を宣言した、ドイツ植民地帝国。ドイツからは、ベンムカン、パウル・ロールバッハや、総督、テオドール・ロイト・バン、任、1894年から1904年が、南西アフリカに派遣され、以後ドイツによる南西アフリカ人の文明化の使命や商業上の利害に基づいて植民地化を進めた。他方、ナミビアの人々はこのドイツによる植民地化の動きを黙認したわけではなく、1902年には北部のオバンボ人の土地の官本で首長はイギリスに手紙を書き、ドイツの植民地化に抵抗することを宣言している。また、白人入植者から土地を奪われたヘレロ人やナマ人も他の諸民族の反植民地運動に同調し、1904年1月にヘレロ人のサミュエル・マハレロ首に率いられて蜂起した。この戦争に際してドイツ軍を指揮したフォン・トロッタ司令官は1904年10月2日にヘレロ人を抹殺する旨の宣言を発令し、ナマ人のヘンドリック・ビットボーイ率いる反乱に苦戦した後の1905年4月21日には、生人の抹殺も命じている。この戦争は1907年9月にドイツと結んだ、イギリス軍の兵士によって、反乱の有力指導者であったヤコブ・マレンゴが、射殺されたことをもって終結し、戦争によって、ヘレロ人の 80% 以上、生人の 50% 以上が殺害された、ヘレロ人と生人のジェノサイド。戦後、ドイツ当局は、部族別居留地制度を敷いて、分割統治策を打ち出し、後の南アフリカ支配下でのアパルトヘイト政策の先鞭をつけた。1910年にはイギリスが、ウォルビスベイ一帯をドイツに奪われることを防ぐため、成立した南アフリカ連邦、1961年から南アフリカ共和国の一部とした。1914年に第一次世界大戦が勃発すると、イギリスと交戦状態に入ったドイツは、イギリス領、ウォルビスベイ一帯を占領した。第一次世界大戦は継続し、ドイツによるウォルビスベイ占領の翌1915年には南アフリカ連邦が南西アフリカ全体を再占領した。戦後、1921年に国際連盟によって南西アフリカは南アフリカ連邦委任統治領とされ、この時ウォルビスベイも南西アフリカの一部とされた。その後、第二次世界大戦までは南アの委任統治が行われ、1922年にはコイ人によるボンデルスワルトの反乱が、1924年にはカラードによる反乱が発生したが共に敗れ、1928年の時点で28000人に達した白人入植者によって黒人先住民が支配される体制が敷かれ続けた。第二次世界大戦後の1946年に、南アは国際連盟が解散したのに乗じ、委任統治をさせていた。国際連盟がなくなったことから、委任統治の終了と併合を宣言した。しかし、国際的には認められず、国際法上不法占領にあたる、とみなされた。1959年12月10日に、ウィントフックで発生した強制立ち退き反対を訴える黒人のデモに対し、警官隊が発砲し、11人が殺害された事件、ウィントフックの虐殺以後、民族解放運動が高揚した。1960年の国連総会で南アの委任統治終了と信託統治領に移行させるとした決議が可決されるが、南アは決議を拒否し実効支配が継続された。1962年にナミビアの民族解放組織として南西アフリカ人民機構が形成され、南アフリカへの圧力となった。1966年に南アフリカ共和国は本国と同様にナミビアにもバントゥースタンを設置しアパルトヘイト政策を行った。脱植民地化時代におけるこの露骨に人種主義的な政策は国際的な非難とそれに伴う南アフリカへの経済制裁やナミビア国内での独立運動の高揚を招いた。この同年7月の1966年には南西アフリカ人民機構の武装蜂起によって、ナミビア独立戦、1966年から1990年が始まった。1968年には、国連総会が南西アフリカからナミビアと解消した上で、国連ナミビア委員会の統治下に置く旨を決議した。1971年に、鉱山労働者がストライキを行ったが、翌1972年に、南アフリカ国防軍の出動によって鎮圧された。1973年には国連がスワポを承認した。1975年に前年のカーネーション革命によってポルトガル領だったアンゴラが独立し、アンゴラ内戦が勃発すると、ナミビアはアンゴラに直接介入する南アフリカ防衛軍の拠点となり、ナミビアとアンゴラの国境付近では南アフリカ軍とアンゴラ軍やキューバ軍との対峙が続いた。1982年にアメリカ合衆国のロナルド・レーガン大統領と南アフリカ政府はキューバ軍のアンゴラからの撤退とナミビアの独立を交換条件とするを打ち出していた。1988年2月のでアンゴラ=キューバ=スワポ連合軍に南アフリカ軍の構成が阻止されると南アフリカはアンゴラからの撤退を表明した。南アフリカの撤退とキューバの疲弊は、前紛争当事者へのこのリンケージ政策の履行を可能にした。1988年12月22日ので、リンケージ政策は関係各国に承認された。1989年、国連監視下でナミビアでは選挙が行われ、スワポが過半数を制した。1990年3月に政権議会で憲法を制定した後、独立を達成した。初代大統領には、スワポ議長のサムヌジョマが就任した。独立以後もナミビアは、複数政党制民主主義を堅持し、経済も成長している。1994年には、南アが1977年に併合し、南ア領として支配していた港町ウォルビスベイ一帯も返還された。ナミビアは、共和制、大統領制を取る、立憲国家である。現行憲法は1990年3月21日に施行されたもの。国家元首である大統領は国民の直接選挙により選出され、任期は5年。参戦は禁止されている。首相と閣僚は国民議会議員の中から大統領が任命する。議会は両院制で上院に相当する国民評議会と下院に相当する。国民議会により構成される。国民評議会は定数26議席で全13州から各2名ずつの州代表が州議会による間接選挙により選出される。任期は6年。国民議会は定数78議席で、うち72議席は比例代表制に基づき国民が選出し残りは大統領が任命する。任期は5年。ナミビアは複数政党制を導入しているが、1990年の独立以来、南西アフリカ人民機構が一貫して政権を担い続けている。主な野党は民主主義者会議、民主ターンハーレ同盟である。最高司法機関は最高裁判所である。三審制であり、最高裁のもとに高等裁判所、地方裁判所を設置している。総兵力は9200人。志願制、陸軍、海軍、空軍からなる。軍事予算は1億6000万ドル、2005年。ナミビア独立戦争を支持していた関係から隣国、アンゴラのアンゴラ解放人民運動、MPLA 政権、南アフリカ共和国のアフリカ民族会議、ANC 政権、及びキューバと友好関係にある。首都であるウィントフックノは、北朝鮮のマンジュダイ海外開発会社が建設を受注している。ナミビアは全土が乾燥帯に属し、海岸部及び南部が砂漠気候、北東部はステップ気候に属する。ナミビアの地形は東西に大きく散布される。最も西側の大西洋岸には海岸低地が広がっているが、幅は約 100km 程度でそれほど広くはない。この海岸低地は付近を流れる寒流のベンゲラ海流の影響によって大気が安定しており、降雨がほとんどないため、極度の乾燥地帯となっており、世界で最も古いと言われるナミブ砂漠が広がっていい。水源がほとんどないため人口は非常に少ないが、中部には天然の良港であるウォルビスベイがある。海岸低地の東には大球外帯と呼ばれる険しい地形が広がっており、ここで標高は一気に1000メートルほど上昇する。この大球外帯は西側のみ険しい地形となっており、東側には中央高原と呼ばれるかなり平坦な地形が広がる。この高原は国土の東端まで続くが、東端に近い地域はカラハリ砂漠に属する。この高原の北部にはアフリカ最大の塩湖であるエトーシャ塩湖が広がる。北東部にはナミビア本土から東側に大きく突き出る形で、長さ 450km のカプリビ回廊がある。この回廊はドイツ植民地時代にザンベジ川へのアクセスを確保する目的で、ドイツに譲渡されたものである。国土南端にはオレンジ川があり、ここが南アフリカとの国境となっている。最高地点はナミブ砂漠北部のブランドバーグ山である。白亜紀の大陸分裂に伴うマグマ噴出でできた花崗岩の貫入山塊である。ナミビアは年間300日が晴天で、6月から8月の冬季は乾燥し9月から11月が小雨季、2月から4月が大雨季である。降水量は場所により様々で干ばつも多い。海岸の気候は北上するベンゲラ海流の影響が大きく乾燥と低温をもたらし濃霧を発生する。ナミビアには13の州がある。最大都市は国土の中央部、中央高原に位置する首都のウィントフックである。海岸部には天然の良港であるウォルビスベイとウォルビスベイがかつてイギリス、ついで南アフリカ領だったために代わりの港湾として開発されたスワコップムントがある。ナミビアの人口は北部に集中しているため、北部にはルンドゥやオシャカティなどナミビアでは人口上位なる都市が多く存在する。ナミビアの経済の柱となっているのは工業であり、2012年の GDP の 12% を占める。中でも最も大きな割合を占めているのはダイヤモンドの採掘である。ナミビアのダイヤモンドは鉱脈となる岩石があるわけではなく、オレンジ川上流の南アフリカ中部にある鉱脈が侵食され、流出したダイヤモンドが堆積した表砂鉱床であり、そのためオレンジ川下流及びオレンジ川が大西洋に流れ込み、ベンゲラ海流によって原石が運ばれたナミブ砂漠南部が鉱床となっている。一方独立後にはウランの採掘が急速に拡大し、ダイヤモンドに匹敵する工業の柱となりつつある。ウランはスワコプムントの東にあるロッシング鉱山などで採掘されている。また銅は白人入植以前から利用されており、現代でも北部のツメブ鉱山などで採掘されている。工業に次いで大きな割合を占めるのは牧畜である。ナミビアで飼育される家畜は牛が中心であり、輸出も行われている。ナミビアは南部アフリカ関税同盟に属していることもあり、経済的には南アフリカへの依存度が高く、多数の南アフリカ系企業が進出している。人口の少なさ、鉱物資源の豊富さ、整備されたインフラによって、アフリカでは比較的豊かな国であるが、貧富の差が世界一激しいと言われており、ジニ係数は世界一である。これは、先進諸国並みに豊かな白人層と、未だに貧しい黒人や伝統的な生活を送る農村部の部族との落差が大きいためである。しかし、治安はアフリカ諸国でも有数に良好である。トランスナミ部により鉄道が運行されており、南アフリカと結ばれている。ナミビア航空が近隣諸国とを結んでいるほか、アフリカ大陸以外では唯一旧植民地時代の宗主国であったドイツのフランクフルト空港との間を結んでいる。民族構成は、黒人が 87.5%、白人が 6%、混血人が 6.5% となっている。人口の約 50% が、9% が、7% が、ヘレロ人、7% が、5% が、ナマ人、4% が、カプリビアン人、3% が、ブッシュマン、2% が、バスター人、0.5% がツワナ人となっている。白人はドイツ系、オランダ系の子孫であるアフリカーナーなどからなるによって構成され、その他にが存在する。唯一の公用語は英語であるものの、日常生活で使う人の割合はあまり高くなく、第一言語話者は人口の 3.4% に過ぎず、主に第二言語として政府や中等教育、高等教育などで使用される。また、共通語として、公式の場ではなるべく英語を使うことが奨励される。英語を母語とする人は少ないことに加え、元来、独立前の南西アフリカ時代に、英語はあまり使われていなかった言語であるため、国民の英語力はそれほど高くないが、首都のウィントフックを中心に、家庭でも使用する人が増加している。1990年の独立以前までは、公用語はアフリカーンス語とドイツ語の2つであったが、独立時に多言語化による負担を減らすことと、植民地支配やアパルトヘイトのイメージを払拭するために、アフリカーンス語とドイツ語が公用語でなくなり、国連やイギリス・アメリカの後押しもあり、イギリス連邦への加盟などにより、英語が唯一の公用語となった。政府は南アフリカ同様にアフリカンス語を排除し、英語化を推し進めているものの、ナミビアでは南アフリカから返還されたウォルビスベイを除き、イギリスの植民地支配を経験しておらず、英語が浸透していなかったことと、1980年代までは、中等教育以上ではほぼ全土でアフリカンス語が教授言語であったことから、実際に共通語としてアフリカンス語の地位がすでに確立されていた。そのため、現在でも英語よりもアフリカンス語の方が日常会話として一般的に広く使用され、黒人も含めた各民族間の共通語になっている。隣国南アフリカに比べると黒人同士の間でも抵抗なく話されている。地名や通りの名などはドイツ語やアフリカンス語由来のものが多くなっている。英語が公用語になる以前は、通りの名前はドイツ語の STR やアフリカンス語のストラットと表示されていたが、現在では英語のマイナスショートトンへと変更されている。また、TV や新聞などのメディアにおいてもかつてはアフリカンス語とドイツ語でったが、一部を除くと、現在はほとんどが英語となっている。全人口の 6.4% を占める白人、ヨーロッパ系の 60% がアフリカンス語を、32% がドイツ語を、7% が英語、1% がポルトガル語を使用しており、ドイツ植民地時代から90年経った現在でも、ドイとの結びつきが強く、ドイツ語は商業言語として大きな地位を占めており、約3万人のためにドイツ語での教育も行われている。バントゥー語群に属すは全人口のおよそ半数の大一言語である。オバンボ語にはクワニャマ方言、ンドンガ方言、等の方言がある。その他の言語としては、コイコイ語、ヘレロ語、カプリビ語、ツワナ語等の他に、コイサンショ語なども話されており、近年はアンゴラに接する北部を中心にポルトガル語も急速に広まっており、全人口の4から 5% 前後がポルトガル話者である。ポルトガル語は学校教育に取り入れられており、2014年にはポルトガル語諸国共同体のオブザーバーになった。キリスト教が人口の 80% から 90% を占め、そのうちの 50% がルーテル派であり、在来信仰が人口の 10% から 20% を占める。2010年の推計によれば、15歳以上の国民の識字率は 88.8%、男性 89%、女性 88.5% である。2010年の教育支出は GDP の 8.3% だった。初等教育では各民族語によりなされるが、初等教育の高学年より英語が取り入れられ、中等教育、高等教育ではほぼすべての授業を英語で行っている。中等教育以上でも独立以前の公用語であったドイツ語やアフリカンス語での教育も一部認められている。なお、1980年代まではアフリカンス語が唯一の教授言語であった。それまで長年の間共通語として機能してきたアフリカンス語で行われてきた教授言語を莫大な予算を投じて、あまり使われていなかった英語に変えたことによる弊害も出てきている。特に教師の英語力が著しく不足している点が問題となっており、結果として全体の教育レベルの低下を招いているとされ、教授言語の英語化は失敗であったとの指摘もある。HIV が蔓延し国民の健康を脅かす重大な脅威となっている。2009年の HIV 感染者は推計で約18万人であり、感染率は 13.1% に達した。HIV 無症候性キャリアはそれ以上と推定されている。2009年の HIV、AIDS による死亡者は約6700人だった。隣国の南アフリカ同様ラグビーが盛んである。ナミビア代表は2011年までに、ラグビーワールドカップに4度の出場経験があるが、いずれも予選プールで敗退している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。